旧大宝北野店株式会社大宝は福岡県久留米市を中心に店舗を展開するかつて存在したスーパーマーケットチェーンストアであった創業者は鶴田松尾1956年創業最盛期はフランチャイズを含めると20店舗まで店舗網を拡大していたが徐々に店舗数を減らし2008年4月に廃業を決定 2008年7月末日に全店、大宝としての営業を終了した。廃業時の店舗は13店舗。うち6店舗はマックスバリュー九州に譲渡された。前身は1956年に福岡県久留米市六津門に創立された15ストア。1959年に北店を出店。この時期に初代経営人の内紛により、 ソゴーストアの名前で悪評が流れることになり、大阪の百貨店、ソゴより商標権侵害の申し出を受けている。1962年に経営を引き継いだ、鶴田松尾により、社名を大法に解消した。大法の由来は、鶴田の母校久留米市立久留米商業高等学校の校歌の一節である。その後は、久留米市周辺のみにドミナント出展を行い、 1990年代からは、店舗別に相性をつける、地域密着の店舗展開を行っていたが、競合他社の進出などにより、店舗の競争力は薄れてゆき、2008年4月、経営陣は廃業の決断に至った。廃業発表後引き受け先として、マックスバリュー九州との交渉がまとまり、6店舗が5月以降マックスバリュー九州に上渡後リニューアルをオープンすることが決まり、 9月までに店名を変更の上営業を継続した。既存社員については、マックスバリュー九州が採用試験を行った後に合格者のみ、イオン従業員として採用された。なお、その他の店舗は引き受け先がなくそのまま閉鎖された。ありがとうございます。